ただなんかお土産屋さんとかやってなかったので、ちょっと白い木ってきました。出雲だっけ、ここ。元すげえな。教会がなくなったんですよね。どんどん思い出がなくなっていく。懐かしい。懐かしいな。懐かしいこの音。ミスドあったよな。あ、これで買ってたよ。周りにも親いっそだけど、皆様の一部、俺もいいんだ。でも血抜きして綺麗にしてやるじゃん。ああ、送り台はすごいですね。これ買ってくる。うわー、すごい。買おうかな、どうしようかな、送ろうかな。すごい、甲羅でもう食べやすくなってますもんね。ああ、すごいな。カニセットなんかあるんですね。日帰りもあって。はい。あ、ホッケとカニ買ってきました。つながってると思ってなかったです。16分です。もうそろウォッチが開きます。魚醤あっさりかき、お待たせしました。ありがとうございます。この格好でやってるんですよ。そうなんです。何時から開いてたんですか？8時から。8時からなんですか？あ、そうなんですね。一応店は6時に閉まる。はあ、めちゃくちゃうまかったな。すんげえ量多かった。さあ今から私は根室に向かうんですが、その前に厚岸の道の駅コンキリエに向かって行って、あれです、カントリーサインマグネットを買うてきます。では厚岸でお会いしましょう。
はすごいな。そっかそっか、昔ここ来たんだよ。焼き焼きの店が、すごい牡蠣。キワミルクいただきます。ノンホモジナイズ製法ですから。ちょいと寄り道して姉別駅に行きます。無人駅好きなのでね。高校の時の先生が見に来てくれるんですよ、根室に。それでテンションが上がって姉別駅に来てました。姉別駅だ。誰か見ちゃう。見て、すげえルパンだ。こっちは、いや素晴らしい。いいね、あっとこ浜中。ちょっとあっとこ駅も行ってこようかな。すごい癒されるんですけど、ここすっくな。次2時27分だ。2時間ぐらい来ないんだ。一瞬これパッと見西田敏行に見えた。浜中治のいい町だ。てかね、どの町もね、結局ね魅力があんだよ。首都高飲もうかな。さあ続いてはあっとこ駅に行きます。